皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、プロ野球選手のバッティングを解説していきたいと思います。今回の選手はソフトバンクホークスの松田宣浩選手ですね。マッチこと松田選手、前手順打法みたいな感じで流行ったと思うんですけど、それについて今日解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。あっぞー、松田選手ですね、解説していきたいと思うんですけど、松田選手もともとからあの打ち方じゃないんです。皆さんこうご存知かもしれないですけど、あるコーチとの出会いで今のバッティングにつながってるんですけど、そのコーチが用いた打撃理論っていうのが、俗に言うフォースタンス理論ってあるんですけど、フォースタンス理論って資格がいるんですけど、僕らはそれを、いろいろ説明することはできないんですけど、松田選手も最初の方は2軍でやってる時に全然打てなかったと。よく詰まるバッターでボールを引きつけて打てるとよく言われてたと。けど自分のバッティングしっくりこないと。でその時にあるコーチからもっと前で打てよと、ワンバンのボールを拾うぐらい前に出て打っていいよというふうに言われたと。その一言でガラリとバッティング変わったと。コーチとの出会いって大事ですよね。そういう出会いがきっかけで今の打法につながってるんですけど、それが前、特に前手順打法っていうんですね。前でグルンとこうやって打つ、よく、代名詞として今空振りした後ですね、空振りした後こうやって回るじゃないですか。これはもうそのものですね。前で打ったのを体が耐えれずにこう回ってる。でこれが本人もこれがバロメーターだと、これができない時は調子が悪いっていうふうに言うんですけど、自分の体の使い方がしっかり分かったから多分今の打法につながったし、結果がずっと残せてる状態だと思うんですよね。で皆さんも体を知るということが大事ということです。でその一つの方法としてそのフォースタンス理論っていうのがあるということですね。僕らはこう解説することはできないので、YouTube とか他の動画通してでもそれ知れると思うので、皆さんやってみてください。はい、それではですね、松田選手のバッティングの特徴をやっていきます。ポイントは前ですね、前。で、その前にバットの握りなんですけど、松田選手ちょっと開けてるの皆さん知ってました？知ってるか。これ開けてる理由って何でか分かります？これ開けてるには、やっぱり前で打つと、前にこう入って打ちに行くので、どうしても力的に言えばヘッドが下がりやすい状況になるんですよね。なので、下がってしまうとやっぱボールに負けてしまうというので、ちょっと手を開けて上の手をしっかり、テコの原理じゃないんですけど、上の手をしっかり使えるようにちょっと開けてあるんですけど、そうすることによってヘッドが上がってくる、落ちない、俗に言うもうホーライスイングですよね。ホーライスイングを自然と作り上げる、前重心でパチッとこういうふうにグッとこういうふうなイメージで打つんで、それが、うまいこと使えてるということですね。ヘッドが下がりやすい、体が小さくてまだバットが重いとか、だから短く持ってます、短く持ってつけてても結局落ちるんであれば、ちょっと離してやるっていうのも一つの方法なので、皆さん試してみてください。じゃあ打っていきます。ポイントを前で打っていきます。こういう感じかな。松田選手って、構えてこうバット結構こうやって下を落としてる、はい、でこうやって入ってきて、けど構えてるのこれって何でと思う？さっきね、サワと考えてたんですよ、それを。答え出したろうやって考えてたんですけど、出た答えは、その時、構え位置で構えてて、腕が高い、肩より上を構えてる、で、やから、右手、ここで右手を使いたいからっていう話だったから、右手を使いたいからこの位置なんだ。ここからこのまま持っていくのに右手だけでいけるから、もし低かったら、右手出すだけやったら落ちてまうから、ヘッドが。やからここなんやって話したんですよ。だからここからやって話したのに、今スイング改めて見ると、ここから2回上がってる。そう、だからその瞬間に僕と差は顔合わせたんですよ。ここからそのまま行くわけじゃないよ。こうやって上がる。僕はよりこうバットが体の近くを通るようにっていう意識なんかなっていう。ああ。
これ、まあ、俺も実際答えは知らへんけど、けどやで、この使い方を見る限り、俺の感覚で、はい、これは皆さん、あの正解かどうかは知らないですけど、あ、そうです、多分この3、おそらく、おそらくということね、はい、この3人やったら一番正解に近いでしょうね。解説的に言えば、後ろに下がりたく、引きたくないわけ、前で打ちたいわけやから、はいはい、前に入っていきたいっていう、頭の中に入っているってことは、これ以上後ろに引くっていう動作がもうしたくないわけ。っていうと、こっから前にしか使いたくないから、これを助走に変えてるわけ。普通のバッターやったらこう引きがある、あるよね、こうやって引いたり。でも松田選手の場合はこの引きがないわけ、引いたら入っていけないから、ボールにこっから前にしか行かないから、だからこれを助走にして、まあ言うとヒッチやコックか、これを利用して前に振って入っていくために落としてる。でこれがこの助走、うんっていうのは、丸選手のこれと一緒や。大げさか大げさじゃん。大げさじゃか大げさ、そうそうそう。で、それさっき言ったさ、こっから右手を使いたいから、こう右手を行動していきたいからって言ったけど、多分それもあると思う。こっからポンって入った時に上がるから、絶対。はいはい、こっからこのままこう出ることはない。これが、ボーンの助走がかかっての、グッて入ってくるはずだから。じゃあ、僕と大野さんのが正解ってことで、なるかどうは。ガビーンでホームランの映像とかダイジェストとかあるけど、見たらほぼほぼ前へ出てる。だから空振りした時にこうなるのはそういうことや。体が耐えれないわけ。ボールに当たったら衝撃があったらガーンってこう壁ができるからだけど、空振りしたら空を切ったらボーン抜けるわけ。抜けたら体が耐えれないからこうなっていく。打った時はせえへんけど打った時ってめっちゃ叫んでるのしてる。終わったーって言って、はいやとか言うて、だからタイミング、俺タイミングで言う、こういう力を出すタイミングがうまいんやと思う。終わったーって言うんですよ、お前。ホームランの時もはい、それではですね、マシンを使って打っていきたいと思います。調子いいんじゃないですか。調子いい。ほほほ、打った。はい、皆さんいかがでしたか。今回ですね、松田信弘選手の解説だったんですけども、モノマネしてね、ちょっと打ってみたんですけど、モノマネが似てる似てないはちょっと別として、こういう打撃論があるってことですね。解説の時に言ったフォースタンス理論っていうのね、僕がもう現役の時なんで8年前か、2012年とかぐらいにはもうすでに導入されてましたし、それを用いてやってる選手も結構いました。それって体の使い方の話ですね。体重とか重心とかっていうので、でもバッティングっていうのはやっぱりバットを使う、道具を使うんで、やっぱり感覚とか、ね、当て感とか、ね、スピードボールとして 目とかね、まあ、そういうことにもつながっていくので、なかなかね、その一つの理論だけで当てはまってバッティングができるようになりましたっていうのは結構難しいところで、なんでいろんな理論があってどれに当てはまるかみたいな感じでなってるんですよ。なので、いろんなことにチャレンジしてみて、自分で合う合わないっていうこと。次回もお楽しみに。それでは、失礼します。あつお。